そんな都合よく行くんすか。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。パワーアップの、なんか、どこで落とした。あ、ルイージさん見てください、あれが持ち帰ろうとしたパーツです。あんなところに。あれ宝石じゃなかったんや。宝石ならわかりやすすぎるか。え、あれを、どう取りに行けばいいのよ、だから。てか、なんであんなところにあるよ。キノピオ、そういう移動の仕方するの。グイージに動かしてもらうしかないですよね。ないんですよね。さ、これで、これで上から行くんかな、下から、どこからどう、行けない行けないってことは、やっぱりもう一回転して、はい、回転して、で、あ、これで、キノピオン取ってもらえばいいんじゃない？ちょ、待ってね。ここで、多分、キノピオに、よいしょ。いけ！おー！すげえ！ゲットしたよ。アンモナイトの化石みたいやね。おー、それじゃよ、それそれ。それがパーツじゃ。よくぞ見つけ出してくれたの。さあ、ルイージ君たち、ベースラボに戻ってくるんじゃ。わしがオバキュームをパワーアップしてやるぞい。やった。やった、パワーアップするんや。どんな感じになるんやろう。ルイージ君、ここで大変申し上げにくいお知らせなのじゃ。何？転送システムはなんと、整備不良のため、ただいま絶賛メンテナンス中なのじゃ。まあ、こういうのは使いたい時に限って使えなくなるもんじゃや。ペッペッペ。ベースラボには自分の足で戻ってくるしかないぞい。とにかく頑張れ。じゃあの。なんてことだよ、おい。まあ、行くしかないのか。で、待って、グイージ。はい、こっち側に戻ってきて。で、ここで、回してもらう。よいしょー。さあ、行くか。あ、あれと同時に、そこから水が、ん？そういうわ、おい。え？待って。しまったわい。出口を塞がれてしまったぞい。こいつはピンチというやつじゃ。ルイージ君、なんとかして別の道を探すんじゃ。マップを調べてみるんじゃよ。マップを調べてみる？なんか上にびっくりマークがあるな。ってことは、上に向かう？とりあえず、ちょ、待ってね。よいしょ。こっちか。よいしょ。この中ですか？向かおう。キノピオファーストなんやね。で、ここに来たけど、びっくりマーク消えた。こっちで調べんかったらいけんのか。え？で、なに？どこ？なんかこの辺？よいしょ。ここなんかある。違う。ん？ちょ、待って。よ。ごめん、全然関係なかったや。まだ当分クエスチョンマークの場所にたどり着けそうにないので、恒例の質問箱に来た質問に答えるコーナー。なぜ編集ロボアスムは、コロコロ声や姿が変わるんですか？最初の質問です。
私は一体何を。あ、質問箱の答えでしたね。まだ本人も明確なキャラが確立していないだけです。おや、現場の方で動きがあったみたいです。よいしょよいしょよいしょ。キノピオを先にあげて下ろしてもらうとか。いいよ。はっ、おーおーおお、やったやった、これでいける。 OK、 ありがとうキノピオ。さあこれでなんだか久々だけれど、よいしょ。さあどこをどう行けばよろしいのかしら。あ、これでこっちに行けばいいってことかな。ん？違う。この下か。これで多分ね、こっちの方に、あれ？違う。あら？どこだ？あ、あら？あー、なに？なんか出てきた。おう。ちょ、待って。あ、待ってよ。あいつは、キノピオを追いかけていたやつではないの。うおー。ちょ、待て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 。よいしょ。キノピオ邪魔よ。大丈夫か？ふぅ、開いた開いた。なんかここ、やっぱりここなんかあるんかな？よいしょ。ね、この奥行ける？行けんかな？あ、なんか壊せる。そういう感じ？キノピオで壊すのもちょっとあれかなって感じはするけど。いいよ。はあ。いけるやん。やったー。あ、これは。はい、大量。ちょ、待って、キノピオ邪魔。キノピオ邪魔。よし、オッケー。行き止まりなのこの先。え、もうなんかあるような気が。なんもないんかな。キノピオの扱いがひどすぎです。どうして。あ、グーイージか、ここは。あれ違う。え、行けないの。グーイージでも通れない網なの。ん、何、どこ行った今。絵の向こう側通れる？ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、どういう状態？え？どういう状態？これ。え、先に進めない。でも、この先に、ああ、水。この先にさ、なんか扉のマークがあるよね。なんだ、どう？こっちか？でもな、なになになに、ん、何、お化けいるの。ん、そういうわけではないのか。ぐるっと回っていく。おい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 、なんかちっこいのいっぱい入れてきた。ちょっと待って、でも君たち一発で吸い込んでいけるやつらでしょ。ほらほらほら、はい、君だけも。あ、違う、まだいる。はい。ん？君らもか。はい、オッケー。まだいるのか？はい。く、なんかいっぱい出てくるんですけど。どんだけだよ、おい。キノピオにも多少のダメージ。ちょ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 。はいはい。ふぅ。おー、全員やっつけた。めっちゃおるやん、びっくり。なに？びっくりしたやん。早くおいで。この辺ぐるーっと回って。でも、水がないけん、なんか、行きやすいね。
何？何やってんの？ちょっと、ああ助けてください、ルイージさん急いで。ちょ、おい、どこ行った？え、いなくなった？え、ご覧になったんや。え、どういう道中大量のお金を集め、またか。何？頻繁に狙われ出すの？これから。さあ早く降りておいで。何？あ、思い出しました、ルイージさんこっちです。この先を沿えば出口に抜けられるはずですよ。マジで？待って待って待って、捕まるぞ。あ、これ、ちょ待ってよ、ほらこれ。あ、ちょ待って、お化け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 、あー、おい待って、いいよ、あ、どっか行った。ちょ、足元のネズミたちが邪魔だな。よしよしよし、ちょ待て、消えた消えた消えた、ヘイ、よいしょ、次こそやっつけてやる、よいしょ、はい、オッケー。ん？あれ、まだいるの？一体じゃないの？え？まさかの一体じゃないの？どこ？誰？あ！ん？1って書いてる。はい。めっちゃギリギリで踏みとどまっとったわけやね。さあ行くぜ、この先。ああ、やっと目的地に。何この風船。いてててててて。この風船何？なんか吸い込んだけど。ここ多分壊せるやつよね。いいよ。ここもあれか？キノピオ、あ、間違えた。キノピオをぶつけるのか？いいよ。キノピオをぶつけるのはちょっとなって思ったけど、この場所キノピオしかおらんやん。やっぱキノピオをぶつけるで正解なんやわ。ルイージさん見てください、扉がありますよ。あれ、でもこの扉はハンドルがついていませんね。ハンドル？あ、これか。上にハンドルある。とりあえずグイージが、なんだこれ、なんかいっぱい出てきたけど、ここ以外に、あ、水があるのそこ。水があるんですかそこ。ここルイージ君よ、その扉じゃが何か部品が欠けておるように見えるぞい。知ってる。ハンドルがないんだよね。キノピオ君にも手伝ってもらって部品を探してみてはどうじゃ。ほうほう、どうやって手伝ってもらうのかしら。あ、こっちでもグイージ入れるよ。おうおうおう、あー待って、ちょっと大量の、あ、なるほど、そういう感じか。ってことは、ここを、あれ？違うのか？あれ？こういうことではないのか？あれ？どうだ？今ここピカってやったことによって、え、なんかその辺にあったよね、ハンドル。あれ、ああ、なるほど、ここ。え、でもここ何をどうやればいいんだ。上に上がれる、あ、いけそう。じゃ、そっからさらに上に上がっていける。ちょ待って、もう一回もう一回もう一回、
しょ。これで、これで、さらに、キノピオを、もうちょい上いけない?やばいやばい。こっちに、反射させればいいんかな。この辺か?ああ、行った行った!取って取って。ふぅ。はい、来た。どこ行くの?はい。で、これをここに取り付ける。オーケー、オッケー。で、回せばいいのね。そんな簡単にくっつくんや、ハンドル。開く?ボロボロのハンドルやけど。ふぅ。これでどこに戻るんやろ。よいしょ。ここは、お。金の雲。ここは一体どこですかね。ここは、ん?ああ、でもなんか、どこかよくわからんけど、ま、エレベーターホールの近くっぽい。ねえ、なんか、これ、ほっとあったかいよ。誰かがこの場所で、ティーパーティーを、ティーパーティーをしていたらしい。ちょっと待って、どっから出ればいいんだ何なんやろう。あ、この辺なんか、ちょ待って。来て来て来て。ここ多分崩せる。はっ。んで?あ、ここに上がって、敵のピヨ。で、君は上だ。はっ。あ、違う違う。ちょ待ってね。君ちょっと上上がって。ちょ、待って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 。はい、君は、この、上。それ踏んで。はい。で、私がこっち踏んで。あ、なるほどなるほど。こういう感じだわ。で、ここ回転させると、回転してるこれ。超邪魔だよ。邪魔だよ。回転したんかな?してなくね。とりあえず、これで、次、グイージに回してもらわんといかんよね。私らここに乗っとこう。で、グイージが、よいしょ。下行って、これを、回します。どう?はい、ガシャン。ガシャン。ここに来てやっとグーイージの出番が。これって。ふぅ、いけるー。え、びっくりした。上で寝てる。ルイージくん、随分と薄汚いところじゃが、つべこべ言わずに前へ進むんじゃぞ。ふっふっ。つべこべ言ってないよ、別に。ネズミがたくさんいる。これで戻れるのか。よいしょ、よいしょ、よいしょ。あ、なるほど、これで、ここに来たんやね。いいよ。大量のお金たち。いいね。あ、で、ここの下扉あるんや。へぇー。え、前までもあった?今初めて知ったような気がするんだけど。あ、これで、よいしょ。そこ、下ろして。いや、はしごを下ろして。ちょ、はい。下ろして下ろして。何この顔がついてるやつ。で、以上かな。はい、それじゃあ。ふぅ、これでエレベーターホールに戻れる。到着した。
オッケー。うおー、びっくり。キノピオ？超多い。またかよ。ちょ、待って待って待って。よいしょ。なんかもう一匹いる？二匹おるよね。どこやどこやどこや。よいしょ。はい、一匹は吸い込んだ。もう一匹。やっつけてく。あ、あとちょっと。あ、おい、待って。逃げるなよ。吸い込め吸い込め吸い込め。よいしょ。ふぅ。さあ、やっと。ベースラボは地下1階やったっけ？さあ、向かいましょう。一瞬自動で乗ると思ってしまった。はい。地下1階。久々に自分でやってきた。なに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 、また？ちょっとめっちゃいるんですけど。とりあえずそっちのちっちゃい子たちこっちおいで。はい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 。で、でっかい紫のやつは、お前、いてて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 、ておい、やめろよ。ちょ、グイージ助けて、グイージ。よいしょ。はいー、きたー。なんかめっちゃバタフライしよるみたいよね。あの、逃げようとしよるとき。あとちょっとやろう。よっしゃー、吸い込んだ。あ、いきたー、オッケー。てか思ったけど、これ宝石じゃない？ちょ、待って待って。これ宝石やろ。やったー、ゲットー。これちゃんと、やんねん。あれは復活せんもんね。よしよし、いいぞいいぞ。他のところに宝石はないかい？ないね。じゃあ入ってきますか、ベースラボ。よいしょ。帰ってきたぜ。おう、よくぞパーツを持ち帰ってきた、ルイージ君。さあさあ、そいつを取ったとわしに渡すんじゃ。いい方。どうぞ。のじびがぎ。何それ、なんで背中に隠した。え、これ何をしておる。お化け運もこっちによこすんじゃよ。なんかすごい適当な扱いやったけど。大丈夫、精密機械とかじゃないの。どうパワーアップするんやろ。見た目変わってなくない？フェフェフェ、これでどうじゃ。改造お化け運の完成じゃ。なんかよくわからんけど、パワーアップしたんやね。吸い込み力を爆発的にアップできる機能を加えたぞい。加えたぞい。それぞ、名付けてハイパーバキュームじゃ。ただしの、ハイパーバキュームを使うには、特別なコンセントにつなぐ必要があるんじゃよ。コンセント式なんや。このホテルにもコンセントがいくつかあるはずじゃ。どこかで見つけられたら試してみると良いぞ。ホテルなのにコンセントいくつかしかないの。そういえば、ルイジ君、ビーチレストランフロアが障害物で遮られて進めなくなっておったな。ハイパーバキュームならそんなもの何のそのじゃぞ。近くにコンセントがないか探してみてはどうじゃ。そんな都合よく行くんすか。まあ、それじゃあ、とりあえず、キノピオ無事でよかったね。はい、それじゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。あ、じゃあ次回やっとビーチレストランエリアに行けるんか。やっと12階って思いよったのに全然過去の場所になってしまった。まあ、パワーアップしたけん、雪か。